はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、フレンドリーさん来ておりまして、なんとですね、ちょっと私が畑中さんにご提案、はい、お願い、はい、脅し、はい、なんかいろいろちょっとしたいなということで脅し、まああのですね、はい、もうあの見てもらえれば分かるんですけども、実は私のターンレースかなりできてますけども、はい、ビデオの順番が違うようになるんですけども、畑中さんに急遽、はい、ぶっ込みで私が入れたいネタがありましたんで、はい、ちょっとこれをね、先に皆さんにご紹介したいと思いますんで、畑中さんよろしくでございます。はい、よろしくお願いします。ということで畑中さん、はい、実はですね、はい、この車、はい、ジャパンキャンピングカーショー出しませんか？ああ、そうですね、せっかくここまで上がったんだし、うん、まあ、あの自分で作って自分でね褒めてもしょうがないけど、うん、止まってる部分と、はい、あとやっぱこのキーポイント、キーワードか、うん、もらったワンちゃん、うん、まあ、おしし君のためにっていうところが、はい、やっぱ意外と作っていくうちに、うん、あ、やっぱこれワンちゃん仕様でいいじゃんみたいな。この私がおしし君と遊びに来たいっていうことで作ったんですけども、はい、私のかなり斜め上を行くこの完成度これはそうね、実はこれはね、ちょっとね、で山ちゃんにね、うん、提案されたのはちょっとね違ったんだよね、最初ね、電車の、あの古い電車の、あ、そう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 、私ね実はね明治時代の古い客車っていうのをね、客車というイメージで一番最初に言ったことがあるんですけどそれがこうぐん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 曲げて変わってなんかもう畑中色になり高級感マシマシで、そうそうそう、あのお客さん、クライアントさんの話をよく聞くような顔して、うん、自分の方にどん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 引き込んで変えてしまうという、そう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 、なので悪徳商人ですね、あのまあまあ悪徳というよりもどっちかというとかなりクオリティ高いんで、これはね、はい、ちょっとね、私が楽しく乗ってるよりも皆さんに商人、そうですね、あの自分もあのやってながら、うん、これは一つのモデルとして、はい、全然押し出しがあるなと、うん、そういう気はしてますので、みんなに見てもらって、そうです、ね、まあ、それこそ、予約受注、予約受注予約受注あれですよ、私が予約受注取ったらわっぱれちょっと跳ねようかな、あもうなるほど、まあまあそんな感じで思ってるんですけど、はいはい、その辺はもうそう言っていただけるなら、うん、山ちゃんを貸してもらって、なので出させていただいて、はい、皆さんにちょっと実写を、そうですね、じっくり、はい、見ていただこうじゃないかというところなんですが、畑中さん、はいはい、私ねもう一つ、はい、アイデアがありまして、はい、この車あの白じゃないですか、はい、ちょっと色塗っちゃおうと、そうですね、まあ、あの白っぽいだけだとね、うん、ただのバンっぽいバンバ、うん、っていうのはありますからね、ということで、はい、何色に塗ろうかと私いろいろ考えたんですけど、はい、もう私が一番大好きな色、はい、ピンク、はあ、ピンクですねピンクに、はい、じゃあですか、あのいつもあるピタ、まあ、いつもあるというかみんなやってるようにこう半分からこうピンクみたいな、あ、いや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 、そんなね、ええ、そんな中途半端とは言いませんけどそんなことは私はしませんよ。そうですか、あの大胆に、はい、大胆にこう、まあ、でもね、あのショッキングピンクとかじゃないですよ、はいはいはい、やっぱりあのおしゃれな可愛い、どっちかというとパステル系なしたいなと思うんですけど、ええ、とりあえずまだ今フラッシュアイデアなんで、ええ、あのどんな形にしようかっていうのはちょっとこう悩んでる最中なんですけど、あの白をそのままちょっと展示してもあんまりこう面白みもなければね、やっぱりあれですよ、フレンドリーさんの名前で出る以上もう目立ってなんぼ、あ、本当は赤にしちゃうかな、フレンドリーか違うか、でもピンクってないですよね。そう、ピンクないんですよ。ないっすよね。そう、当然ね、なんかね、あの派手こちゃピンクとか、あの昔ビッツにあったピンクとか、あのクラウンにあったピンク、あんなんじゃないですけど、うん、ピンクのクラウン、ピンクのクラウンありましたね、ってやつね。そうそうそう、意外とお年寄りっておっさん乗ってたね。そう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 、あったんですけど、ああいうピンクではないピンクにちょっとしたいなと、はいはい、ちょっと僕その辺の色はもうって感じなんで全然イメージがなので、硬派なね、はい、畑中さんの、うん、フレンドリーのブースに間に合えばピンクの車を展示したいなと。ピンクか、いや見てみたいね、個人的にもね。ね、分かってますよね、私と畑中さんもピンクになるんですよ。いやー、だからとりあえずちょっと大阪南行ってピンクのピンクのスーツ、ピンクのスーツ買いに行ってここ襟立ったやつ、そう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 、ダボダボっとした、そうそう、買いに行って、もうあれですよ、二人なんかもう漫才師じゃねえかみたいな
感じですけども。ピンクか、まあ、あのそこら辺ちょっとあの考えますけども、まあ、見てみたい気はしますね。そうでしょ、うん、ただ僕のセンスではありえないそうだから、あのフレンドリーさんのブースに出店しようっていう話なんですけど、そのね車売れなくなったらごめんなさいなんですが、目立つ形で、はい、まあ、実際にあの色はねそうですけど、あの中の色はあのこういう白、そうですね、白基調で、白基調、はい、白シルバー基調なんだね、やってますね。まだね、あの今畑中さんがこう座ってる部分のマットとかはこれからなんですけども、マットは、まあ、基本的にちょっと今もう見てますけど、エアコンもついてたりとか、はい、いろいろな形でこうねほぼもう完成、そうですね、はい、系になってますんで、はい、はい、まあそういうことで、2月の頭にある、ジャパンキャンピングカーショー、そうですね、フレンドリーさん、はい、うちのブースで、はい、名前も考えなきゃいけないね。そうですよ。やばいったら、お寿司号にしちゃダメだしな。お寿司くんはダメですよ。山ちゃん号はもうあんまりきたりです。山ちゃん号はちょっと多分売れなさそうな気もするし、考えて。出すとなればやっぱネーミング？そう。あれですよ、やっぱりカタログ作ったりとか、プロモーションビデオ作ったりとか、いろいろやらないと。そうですね。いけないんで。いけないんで。釣り行ってる場合じゃないですよ。いや、釣りながら考える。まあ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 、まあそういうことなんで、はい、ね、今度の、まあ、ジャパンキャンピングカーショーね、はい、フレンドリーさんのブース、私のタマユスが、出展されると思いますんで、はい、はい、ぜひね、皆さん、ね、皆さんぜひ、はい、見に来て、見に来ていただいて、ね、私もそのピンクが合いかけたいな、どうなってるか、怖いけど、はい、おーってなるかもしれない。ね、おーってなるか。すげえ。ピンクの服着てないかもしれないですけども、うん、ね、まあ、ちょっとねそこら辺でまた、はい、近くになりましたらショーの話はねしたいと思いますんで、はい、まあ、それまで畑中さん頑張って、はい、あの皆さんぜひ、はい、ぜひイベントに来ていただいて、はい、来ていただいてね、ピンクのピンクのいや、マルちゃん号なのかな、そうですね、ピンクの車、はい、はい、まあ、あの中のね、クオリティは非常に高いんで、ちょっとねとそこら辺を楽しみにしていただければと思います。ということで、畑中さん今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。